皆さんこんにちは。現在も数々のドラマやバラエティ番組で活躍を続けている泉ピン子さん。しかし以前に比べてテレビ出演が減ってきているようで、ある病気が原因だと噂されているようです。また過去には旦那さんにも衝撃的な事実が発覚しました。そこで今回は泉ピン子さんのまさかの現在をプロフィールとともにご紹介します。泉ピン子さんのプロフィール。芸名泉ピン子、本名竹本小夜。1947年9月11日生まれ、 B 型、東京都中央区銀座出身。最終学歴は日本音楽高等学校中退で、所属事務所は PI 企画株式会社です。父親は浪曲師の広沢滝蔵さんで、母親も同じく浪曲師でしたが、ピン子さんが2歳の時に亡くなっています。しばらくして父は浪曲師の帝お染さんと再婚したため、それからは帝さんに育てられるのですが、驚くべきことに小学4年生になるまでピン子さんはそのことを知りませんでした。日本音楽学校を中退した後の1966年、ピン子さんはウクレレ漫談師の牧伸二さんに師事します。歌謡漫談家としてデビューするのですが、その時の芸名は帝真理子でした。1975年、テレビ3面記事ウィークエンダーのリポーターを担当したことをきっかけに、芸名を泉ピン子に変えます。ピン子という芸名については、父親から、芸人にはピンからキリまであるのだから、ピンの芸人になれと言われたエピソードがあります。また本人によれば、顔が丸くて麻雀牌のイーピンみたいだから、や、過去に泉という芸名で売れた芸能人がいないから試すと言われたという理由もあったそうです。そんなピン子さんはドラマ花吹雪はしご一家に出演したのを機に、女優としての活動を本格的にスタート。1980年の手頃な女では自身初となる主演の座を勝ち取りました。その後、おしんで飛躍的に有名になり、1990年に放送が始まった渡る世間は鬼ばかりシリーズは、ピン子さんにとっても代表作の一つでしょう。露出が減った原因は？2017年から次第にメディアへの露出が減ったピン子さんですが、その原因が病気ではないかと言われています。疑いが出たのは、出演していたドクター X、外科医、大門未知子を見た視聴者と本人から寄せられたコメントが始まりでした。視聴者から寄せられたコメントは、泉ピン子さんの顔が揺れすぎているという内容。これと似たような内容のコメントが多数寄せられており、医療ジャーナリストも発言するに至ったのです。症状から判断するに、ピン子さんの病名は本態性振戦であると言われています。この本態性振戦は原因不明の病気であり、緊張や心身的負荷がかかる場面になると発症する場合が多い病気です。ほんまでっか TV に出演した際、脳科学者の沢口俊幸氏がその症状について指摘したことがあります。この病気自体は薬物治療が可能ですが、もう一つ似たような症状を引き起こす症例としてパーキンソン病が挙げられます。パーキンソン病は手足の震え、動作が緩慢になる、筋肉が硬直するなどの症状が現れます。ピン子さんの病気が実際にはどちらなのかはわかりませんが、画面越しにでもわかってしまうほど震えが出ているということは、症状も進行してしまっていることが考えられるでしょう。泉ピン子さんの家族構成は？ピン子さんは20代の半ばにして結婚することを諦めていたそうです。そのことは1988年に出演した徹子の部屋にて、幸せは両方の手に乗りませんから女優は結婚しなくてもいいんですと語ったことからも明らかです。しかしその翌年に結婚を発表します。お相手は消化器系の開業医の竹本典重さん。竹本ホームドクタークリニックという名前の病院を経営されていて、所在地は銀座のど真ん中。結婚を諦めている発言をしていたピン子さんですが、結婚できた理由については、胃袋をつかむのが大事と語りました。夫である竹本さんは、
この人に花嫁衣装を着せてやりたいと思ったと語るほど相思相愛な結婚でした。この二人の間を取り持ったのは俳優の西田敏行さんだと言われています。というのも、竹本さんは将来的に地元に戻って開業することを親と約束していました。そのせいで両親から猛反対され結婚に踏み切れなかったのですが、西田敏行さんが後押ししたこともあってめでたくゴールインすることになったのです。二人の間に子供はいるのか。お二人の間に子供はいません。しかし1995年に夫の浮気が発覚すると、その浮気相手との間に婚外子がいたことが露呈してしまいます。その隠し子はなんと現在バイオリニストとして活躍している泉沙織さん。現在はパリ管弦楽団に所属していて、音楽賞の受賞歴はかなりの数に上ります。2008年第6回東京音楽コンクール本選では弦楽部門第1位も受賞されていることから、かなりの腕前なのがわかりますね。浮気や隠し子について許しますとコメントしていたピン子さんですが、沙織さんの名前を竹本ではなく泉としていることからも、本当に2人の仲は良好であることが垣間見えます。泉ピン子さんの現在。病気の疑いがメディアに取り上げられたものの、事実は公表されていないため不明なままなのが現状です。2018年のドラマ天才を育てた女房や2019年の家売る女の逆襲などに出演しているピン子さんですが、その他のドラマに限らずバラエティなどへの出演も少なくなっているため、何かしらの治療を受けている可能性は高いと思われます。もし本当に本態性神仙であった場合、投薬での治療をしながらうまく付き合っていくことが大事であると言われていますので、完治までは時間がかかってしまうかもしれません。常に変わらない笑顔でテレビを賑わせてくれるピン子さんなので、出演が減っていることをファンは何よりも心配していることでしょう。過去の経歴を見ても決して平坦な道のりではなかったようなので、実は精神的な負担や疲れが蓄積してしまっていたのかもしれません。今後病気を理由に芸能界を去るという可能性も考えられます。しかし、もう一度ピン子さんの元気な姿をテレビで見たいと思うのがファンの心境ではないでしょうか。いかがでしたか？無理してほしくはないですが、完全に回復して元気な姿を見せてほしいですね。